パートのものとか、はい、海外で買ったもの、はい、これなんですか。これはあのドイツ の, あのゲーベル社っていうところのフンメル人形。こんにちは。古美術エーザーが提供する骨董品の時間、出張編のナビゲーター G でございます。今回はですね、有名な巣鴨地蔵通り商店街の方にやってまいりました。もうですね、すんごいここから見ても人だかりなので、ちょっと行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。正式名称は巣鴨地蔵通り商店街4の日1という、まあ、名称で、あの古くからやっております。まあ、あの常時4のつく日に開催しておりまして、まあ、あの1回毎回ですね、まあ、大体50点60点ぐらいの店舗は出店しております。多い時ですと1日1000人2000人ぐらいはあのお客様、はい、来ていただいておりますね。あの夏場7月にはあの朝顔をあのまあ、別の店舗であの販売したりですとか、やはり年末年始あの普通にこの4の日市開催していろいろなものを販売したり、あのその季節に合ったものを販売したりしております。これなんですか。これはあのドイツ の, あのゲーベル社っていうところのフンメル人形です。へえ、可愛いですかね。可愛いですね。はい、こういうのお好きで集めてました。そうですね、こういうの意外とこう事務所の棚とかにこう並べたりして。ああ、いいですね。これ品事変？品事変。聞いたら、うん、あの出所分からなくて、うん、長い間倉庫の中に眠っていたって。あ、そうなんですか。ただのガラクタだったから。でも書いてありますね、なんか。でこれあのね、こっちがね、従軍機匠でしょ、はい、だから後ろに、はい、品事変って書いてある。あ、本当だ、書いてある。すごいですね。あ、これが立ち吉。うん、立ち吉って書いてる。へー、神戸の勉強になります。パイラになってんの。これいいよね、うん、これね、多分大根おろしとかいいですよ。ああ、うん、デパートのものとか、はい、海外で買ったもの、はい、帽子、はいはい、旅行が好きで、あ、バッグも持っておいて、フェンディとかブランドのバッグも、ただ今日持ってこれなかったから、はい、あれなんです。いやでもすごいな、ウンガロー。これはあれですか、ブランド。そうです、そうです。どこのブランドなんだろう。あ、パリか。はい、そういうわけで行ってまいりました。感想としてはですね、ものすごくその衣服
が売ってあるところがすごく多かったですね。もちろんそのたくさん骨董の方も売っていたんですけれども、衣服、がとても多い。皆さんものすごく真剣に選んでます。かなりお年を召した方も多いのかなとは思ったんですけれども、それだけではなくてですね、若い方、外国の方が多かったですね。ぜひとも遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、もしよろしければチャンネル登録、いいねをいただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。あとさっきスプーン買いました。